さあ、じゃあガライアさん専用でいきましょう。さあ、ニンニク、生姜ら、朝飲みマックス。さあ、作っていきましょう。さあ、まずはね、これ四国讃岐の名産、鷹の爪の地物の辛いところから。さあ、尊い薬剤のみかん、こちらね、陳皮から。大層の香りを味わいましょう。これ江戸松葉型。これにごまの香り。さあ、柚子やニンニクがあるとね、山椒が入りません。香りが合わないですからね。これね、朝飲みが入って、最後生の唐辛子をごまの油で焼きました。長野善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。海苔からこれにごまの香り、ニンニクのね、味、香りを加えていきましょう。さあ、作り置きね、詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせ完全調合中でございます。さあ、ニンニクね、たっぷり入った。さらにね、海苔の香り。で、朝飲みもね、これでもたっぷり入れていきましょうね。さあ、シングルからダブル、ダブルダブルサービスね。さあ、これ私の気持ちいい。さあ、ガライアさんの気持ちも入った。さあ、最後ね、これもね、スペシャルサービスね。焼けくすだ、これもね、ゴロッと入ったね。マックス、ね、たっぷりだからね。結構 重くなっちゃった。朝飲みね、重みがあるからね。朝湯の食卓の友でございます。さあ、作り置きね、付き合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。風味一番、香り一番。江戸の名産ものから江戸土産、奈良色しみとがらしでございます。さあ、自家製造から製造中直売でございます。さあ、お次ね、ニンニクの方がマックスでいきましょうね。さあ、作り置きね、ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。さあ、徳川三百という4年の伝統から秘伝の香りから江戸の香り、薬用しみとがらし奈良色。さあ、甘い辛いはお好み調合中でございます。さあ、唐辛子は風味から香りで味わいましょう。自家製造直売のお品物でございます。さあ、生姜のニンニクね、これニンニクマックス。さあ、これね、四国讃岐の名産物、鷹の爪の純物の辛いところから。さあ、尊い薬剤のみかん、これまた陳皮、その香りを味わいましょう。江戸松葉型、これにごまの香り、山椒抜かして、これね、朝飲みが入って、最後生の唐辛子をごまの油で焼きました。長野善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子から。さあ、海苔からこれにごまの香り、ニンニクのね、味、香りを加えてみましょう。さあ、これもね、まずは一杯シングル、これもね、ダブルのサービスから。ダブルダブルサービス、ダブルトリプル、さあ、スペシャルサービスね。さあ、私の気持ちいい。さあ、ガライアさんの気持ちも入った。さあ、さらにね、海苔の香り。さあ、人の臭いの禁止だから、もう一杯臭いの負けだ。たっぷり入った。さあ、生姜にはもう一杯ね、陳皮の香りを加えていきましょう。さあ、江戸時代、徳川三代将軍江戸光公のご時世に誕生し、また明治から大正、昭和から平成、令和に至るまで、風味一番からは需要薬用となっております。七色七味唐辛子、お客様に合わせて完全調合中でございます。さあ、風味一番、香り一番。さあ、各地各地の名産もの名産品七色でございます。さあ、甘い辛いはお好みで調合いたします。さあ、こちらはね、生姜ニンニクね、ニンニクマックスになっております。さあ、ご近所のお使い物用から遠いご親戚へのお土産物、贈り物、何に使われても喜ばれます七色七味唐辛子、まあ、お客様に合わせて完全調合中でございます。じゃあ、最後ね、これ両方ニンニクもね、これ朝飲みもね、マックス。さあ、これもね、四国讃岐の名産、八草から、鷹の爪の純物の辛いところ。さあ、尊い薬剤のみかん、これまた陳皮、その香りを味わいましょう。これね、江戸松葉型、これにごまの香り、山椒抜かして、これ朝飲みが入って、最後生の唐辛子をごまの油で焼きました。善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ、海苔からこれにごまの香り、ね、ニンニクのね、味、香りを加えていきましょう。じゃあね、まずは一杯シングルから、これもね、ダブルダブルダブルサービス、まあ、トリプルサービスね。さあ、ガライアさんの気持ちいい、私の気持ちも入った。さあ、もう一杯臭いの負けだ、たっぷり入った。さらにね、海苔の香り、ね、これもね、朝飲みね、たっぷり入れていきましょう。さあ、風味一番、香り一番。さあ、江戸の名産物から江戸土産、七色七味唐辛子でございます。お客様に合わせて完全調合中でございます。さあ、これもね、もう一杯ね、スペシャルサービス満タンだ、ね、これはね、ニンニクとね、これね、朝飲みマックスになっております。これが生姜、ニンニク入り、朝湯の食卓の友でございます。さあ、作り置きね、詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。さあ、サラサラというよりガラガラですね。さあ、風味一番、香り一番でございます。ね、300年の伝統、秘伝の香りから江戸の香り、薬用七味唐辛子奈良色でございます。300年の伝統、秘伝の香り奈良色でございます。自家製造から製造中直売でございます。さあ、これもね、小出しで使っていただいた保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください。ご近所のお使い物用から遠いご親戚へのお土産物、贈り物、何に使われても喜ばれます七色七味唐辛子、まあ、各地各地の名産物、名産品でございます。さあ、自家製造から製造中直売のお品物でございます。はい、すいません、ありがとうございます。美味しく召し上がってください。